いよいよあさってから始まる長崎ランタンフェスティバル。長崎市の港公園をはじめとした会場やその周辺では開催に向けた準備が大詰めを迎えています。長崎市宿泊施設協議会が開いた今日の商談会は、ランタンフェスティバルによる街の盛り上がりを肌で感じてもらおうと、ランタンの試験点灯日に合わせて開かれました。全国の旅行代理店の企画販売担当者17人と、県内の宿泊業者や観光業者など21社が参加しました。今年の長崎は皇帝パレード特別版の開催や長崎スタジアムシティの開業など、全国的に注目される話題が目白押し。これまでにない体験や新しい長崎の街並みなど、ワクワク感がある長崎を全国に向けて PR しました。うちで宴会もしていただいて、あと変面賞とかいろいろ賞を入れて宴会を盛り上げてという感じで、スタジアムとかですね、アリーナみたいな、やっぱり相当な、ね、数が集まってるんで、ぜひ協力していきたいなと思ってますけど。一般的な観光はもう大体分かってますので、これがスポットになるっていうね、このために来るんだっていうのを掴みたいなと思って。長崎市宿泊施設協議会では、より多くの観光客が訪れることを目指して情報発信や誘致に努めたいとしています。